呪霊の肉などつまらん。人は、女はどこだ。いい時代になったものだな。女も子供も宇治のように湧いている。素晴らしい王札だ。小僧の体物にしたら真っ先に殺してやる。スクナに狙われるなんて光栄だね。バカな。いいか、こっちも直してしまった。散歩は嫌か。まあ元来呪霊は生まれた場にとどまるものだしな。よいよい、それならここで死ぬ。まったく、いつの時代でも厄介なものだな、呪術師は。せっかく外に出たんだ、広く使おう。もっとだ、もっと、もっと、もっと呪いを込めて撃ってみろ。とはいえ、腹立たしいことにこの体の支配者は俺ではない。変わりたいのなら変わるがいい。だがその時は呪霊より先にそこのガキを殺す。次に女、あれは生きがいい、楽しめそうだ。そんなこと俺がさせねえよ。許可なく見上げるな。不愉快だ、小僧。なら降りてこい、見下してやっからよ。随分と殺気立っているな。当たり前だ、こっちとらお前に殺されてんだぞ。腕を直してやった恩を忘れるとはな。その後心臓取っちゃったでしょうが。もう終わりではないだろうな。そうだ、ほら頑張れ頑張れ。手術云々じゃない、パワーもファジリティも格が違う。いい術式だ。呪霊といえど腕は惜しいか。いいぞ特級、頑張れ頑張れ。鼻から足場引っかかってやん。あ、取った。あれ、お前はつまらんな。惨めだな、この上なく惨めだぞ小僧。ああ、そうか。こいつらはどこまで行っても呪いなんだ。不愉快だ、変わるのならさっさと変われ。どうした小僧。俺の魂に触れるか。共に腹の底から小僧を笑った仲だ。一度は許す、二度はない。部をわきまえろ、知れ者が。嬉しそうだな、褒めてやろうか。言ったはずだぞ、二度はないと。天上天下唯我独尊、
己の快不快のみが生きる指針。お前が死のうと、お前が死のうと、どうでもいい。うざ。Do the impossible, see the invisible. Bro, bro, fight the